日本時間の今夜遅くに開幕するサッカーワールドカップ、日本代表の活躍に期待しているのは人間だけではないようです。港区の水族館にはサッカーが大好きなこんな動物が登場しました。せーの、輪投げやダンスなどの可愛いパフォーマンスで観客を楽しませてくれるアシカショー。中でも今特に注目を集めているのがアシカのバロンくんです。ワールドカップの日本代表を応援しようと、リフティングやシュートなど華麗なボールさばきを披露しました。少しザラザラだったな。顔とかがね、可愛かったな。バロン君の応援パフォーマンスは1次リーグ期間中毎日行われる予定です。ショー自体がうまくいってしまうよりもちょっと失敗があって、それが成功したのが面白いってことで、わざとね、成功させないようにトレーニングをしてるんですよ。バロン君の頑張りに応えて日本代表も頑張ってほしいと思います。日本代表が活躍してくれると信じている人。果たしてバロン君の熱い応援は日本代表に届くのでしょうか。